先生田です。昨日ちょっと遠出をしてきたんですが、その際にですね、だいたい70キロから80キロぐらいで走ったんですが、ひょっとしてヘルメット外れてる？ちょっと待ってね。ひょっとしてヘルメット外れてます？わあ、外れてるよ。撮影以前の問題でしょう、これ。どうなってるの？どうなってるの？これダメでしょう。すごくダメでしょう。よいしょ。どうもおかしいと思ったんだ。あー、曇る。曇るな。よっこいしょ。改めまして改めまして、ですね、そう、昨日ちょっと遠出をしまして、その時に一応カメラ回して撮影をしてみたんですけど、だいたいそうですね、60キロ超えたあたり、70キロ、80キロぐらいになるともう、カメラの方にほとんど音が入ってなくて、まあ音が入ってないというか声が入ってなくて、なんでちょっと困ったなということで、今マイクの周りについてた、つけていたちょっと風よけとかを外してですね、それから口の周りにつけてるマスクにちょっと細工をしまして、これでうまく音が入らないかなっていうことで、モーニングライドに来ております。うまく音が入ればいいんですけど、どうなるかな、はっきり言って不安だな。なんで今日はこの先にあるブレッシントンという町ですね、まだ動画としては公開してないけど、いっぱい行ってるんですけど、そこまで行って戻ってこようと思います。で、途中は制限速度が100キロの下道もあるんで、そこであれこれ喋りながらきちんと話ができるのかなというのを試そうと思います。よろしくお願いいたします。いやーというか寒いな。履いてくればよかったかな。驚きの寒さだなこれ。めっちゃくちゃ寒いわ。めっちゃくちゃ寒い。GN いまいち元気ないな。大丈夫かな。湿気がすごいからかしら。なんかいまいち元気ないですね。本日はテストマウントでございます。テストでございます。なんでブレは少ないんじゃないかなと思います。
面軽く濡れてるかい？大丈夫だと思うんだけどな。もう早速80キロ区間になるんで、まずは80キロ区間行こうと思ったらか、80キロ区間がどうなるかちょっと試してみましょう。やっぱり風がビュービュー入っちゃって声がほとんど入らないっていうことになったら、フルフェイス買わないとダメなのかな。俺ジェットが好きなんだけどな。キロだともう普通に喋ったんじゃ聞こえないんじゃないかな。少なくともなんか周囲の音の感じだともう声ほとんど負けてるような気がするんだよな。声聞こえてるのかな。やっぱりダメなんじゃないかな。どうだろうか。60キロぐらいまでだったらね全然問題ないんだろうけど、それ以上になると音が入らないんじゃないのかな。あーでも景色は最高だな。
80キロぐらいで走ってても音が聞こえないとやっぱりそれは困っちゃうからな。で、60なら全然大丈夫だと思うんですよ。60ならね、大丈夫だと思うんですよ。喋ることもできませんからね。まあそんなに喋んなくてもいいんだって言えば、まあそうなんだろうけど、まあそうなんだろうけれども、でもどうせだったら喋りながら走りたい。こんなに無理して喋んなくても案外聞こえてたりするんだろうか。大変に不安ですけどね。ずっと上りだもんね、この辺ね。聞こえないような気がしますよ。これで70キロか。もうこの時点でかなり音大きいよね。かなり風切り音が耳に来るもんな。かなり風切り音が耳に来るもん。
観光ですね。このスピードで走りながら普通に声が取れてれば一番なんですけどね。どうなるかな。60キロ、うわー、霧がかって、いや、霜か、草が真っ白だ。草が真っ白ですね。
ントンですね。そして60キロ制限からの街中なんで50キロ制限と、もうほとんどマイクテスマイクテスワンツースリー状態ですけど、かえってなんていうかこう結果がちょっと面白い感じならアップロードしようかな。あ、コーヒー売ってんのかな。いやー、しかし寒いな、寒い寒い、ほんとね、驚きの寒さ、驚きの白さ並んでる。いや、それはいいですね。はい、すいません。よっ、ボインスか、まだ誰もいないよっと。コーヒー屋さんとかないのかな。でも物のちょいだもんね。わざわざコーヒー飲むほどのあれでもないような気がする。よし、じゃあ帰りに行ってみっか。太陽が眩しいな。